番組ホームページ、ツイッターにアップしたお題写真、それにあったアテレコセリフを送っていただき、それを私がアテレコします。一番面白かったアテレコセリフを送ってくれた方には、私の落書きを入れた世界に1枚だけの番組ステッカーをプレゼント。そしてお題の写真はこちらです。私はい、では早速用意されたアテレコセリフを読んでいきましょう。当院ネームひろゆきさんからいただきました。宣材写真を新しくしました。プロレスでもやるんかな。はい、続いて当院ネームコリドラスさんからいただきました。大橋、炎上立てろ。万が一にもお前が勝った時は、あとはわかるな。あれで殴ってくるよ。いつもいつも私そうなの。怖っ。そうです。そうじゃないじゃん、風評被害やめてよ。トイネーム爽快ぼっちさんからいただきました。かりんちゃんを煽りすぎたエリピョンが最後に見た光景。やられてる。トイネームポプリオさんからいただきました。すごいよかりんちゃん、パンプアップチャレンジ。やだ、疲れるから。遠いネーム三角デルタさんからいただきました。シャリできた。似てる似てる。遠いネームエジプタスさんからいただきました。筋肉足りんちゃん。トインネームチョロさんからいただきました。大橋、覚えてろよ、いつか仕返ししてやる。ちょっと待って、みんな私何だと思ってんの。どういうこと。トインネームお前がインド人さんからいただきました。許せない、やつらはただでは済まぬ。アーノルド・カリンツネッガー主演、カリンドコマンド。はい、ということで今日の一番を決めていきたいと思います。悩ましい、どうする。どうするよ、私これとこれで迷ってる。2個でいい。じゃあ今日はめちゃめちゃ面白かったんで2個にします。はい、では今日の優勝はこちら。かりんちゃんを煽りすぎたエリピョンが最後に見た光景と、筋肉たりんちゃんです。はい、このセリフを送ってくれた爽快ぼっちさんとエジプタスさんには、私の落書き入りの番組ステッカーをプレゼント。あ、よかった、ちゃんと書いてありますよ、住所。たまに書いてない人いるからね、いらないのかなって思っちゃう。はい、では次回のお題はこちらです。はい、ということで次回のお題でも皆さんアテレコセリフを送ってきてください。以上、すごいよかりんちゃんプレゼンツアテレコ選手権でした。